いろいろ準備もしてたんですけどね、昨日かな、ブレイキングダウンの運営からちょっと連絡があって、試合がね、安藤選手との試合が、会場の閉館時間の、ね、関係で何試合か削らなきゃいけないということで、自分の試合は消滅しました。まあ、試合まで、1ヶ月くらいか、あとそうです ね、はい、いろいろ準備もしてたんですけどね、なんかでもこのままなしになっちゃうとちょっとなんかさ、残るよね、ちょっとね、思いが。俺もやっぱ黒石の仇じゃないけどさ、自分でやんなきゃいけないから、そのままさ、まあ、そういういろんなね、思いがあったんだよね、俺の中でも。あいつ倒したらなんかワンチャン黒石復活だって別にいいじゃんって俺さ、思ってたりとかね、そういうちょっと、秘めたね、思いもあったんですけどね。ね、視聴者さんにね、見たいと思われるような選手にならないとね、っていうのをすごい、痛感いたしました。まあ、でもね、ちょうどあの去年の、12月のランブルか、うん、あの時にちょっとね、試合して、右手の拳をちょっとね、骨折してしまってたのも正直、あったんですよね。年末に試合終わってからね、手術して、まあ、でも2月の、ね、その試合までには ある程度形になるっていう風にね、あの先生も言ってくれてたし、まあ右手がもし使えなくてもね、たかだか1分なんで、出るつもりで、それ用の練習もねちゃんと知ったんですけど、そうですね。で、今回ブレイキングダウン11-11か、今まで以上に数多くの、スポンサーさんがついてくれてたんですけども、こういう形で試合が流れてしまったんで、ありがとうございましたっていう、ありがとうございますっていうお礼と、いや、申し訳ございませんでした。12とかね、この後はちょっとね、自分としてはね、もちろん出場する気持ちなんですけどもね、またその時は、応援の方していただけたら嬉しいです。お願いいたします。